次に大阪誠二君。大阪君。大阪誠二でございます。今日の私の質問の目的はただ一つです。農水省の職員減らすなと、農水省の職員増やせということであります。ご案内の通りですね、日本の食料自給率 38%、 非常に低い。これは多くの人が知っていることだと思います。しかもこの食料自給率の低さ 38% は、牛や豚などの飼料、餌ですね、餌が、ほぼ輸入に頼っているということを前提にして 38%。 ところが一方で日本のこの農業、ほぼ 100% 化学肥料に頼っています。有機農業というのは 1% に満たないぐらいの量しかありません。ところがこの日本の農業を支える化学肥料の原材料、窒素、リン酸、カリ、これは窒素のごく一部を除いてほぼ 100% 輸入というような状態です。だから日本の食料というのは極めて脆弱な基盤の上に成り立っているということです。加えて日本の農業従事者の平均年齢、これ68歳です。68歳ということですから、10年経てば平均年齢が78歳になるということで、もう農業は日本は瀕死の状態だというふうに思います。政治の役割は国民の命と暮らしを守ることです。だから食料を確保するというのは政治の最も大きな役割の一つだというふうに思うのですが、今の日本の食料事情は数字を見ただけでも瀕死の状態だということがわかるわけです。この中で農水省の予算もどんどん減ってきているし、農水省の職員がどんどん減っている、これは私は異常だというふうに思うんですね。そこでまず、内閣人事局にお伺いしますけれども、今の日本の公務員数、国家公務員を含めてですね、これは適正なのかというのは、最近は自然災害も非常に多いですし、それから加えて感染症もありました。こういう状況の中でこの公務員数で大丈夫なのかというところを一点お伺いします。内閣官房坂本内閣人事局人事政策統括官。お答え申し上げます。国家公務員の定員につきましては、ご指摘のような頻発する自然災害への対応、あるいは新型コロナウイルスへの対応、経済安全保障への対応、サイバーセキュリティの確保、あるいは訪日外国人への対応などの課題に適切に対処するため、所要の増員を行ってきております。この結果、国家公務員の定員は近年順増となっているところでございまして、引き続き時々の行政需要に的確に対応するため、所要の定員を措置してまいりそうであります。大阪誠二君。適切なのかどうかっていうのは、なかなか簡単に言えないっていうところもあろうかと思いますけれども、それでは次ですね、諸外国の人口1000人当たりの公的部門の職員数、それをどのように認識しているでしょうか。具体的には、例えばもし分かれば、フランス、イギリス、ドイツ、アメリカ、日本、この比較をお願いします。坂本政策統括官。お答え申し上げます。国家公務員数の国際比較でございますが、国家公務員の範囲や定義が、各国で少しずつ異なりますので、さまざまな比較の結果がございます。当局で一定の整理の下で調査した結果で見ますと、国の公務に携わる中央政府と政府企業等の職員の合計を、2020年から2021年時点で見ますと、人口1000人当たりでフランスは 42.7 人、英国は 44.9 人、ドイツは 10.7 人、米国は 6.3 人、そして我が国は 8.3 人となっております。大阪誠二君。公的部門の範囲というのは、それぞれの国で違っているから、簡単に比較はしづらいところはあるけれども、一定の過程を置いて比較したら、フランスが40人台と、で、一番少ない日本は8人台ということであります。だから公的部門の職員数が極めて少ないのが日本だと、少ない人数で公務員が頑張っているというのがですね、今の話だというふうに思います。そこでなんですが、私はだからそういう意味で言いますと、日本の公務員というのは少ない、それがまず基本認識として必要なのではないかというふうに思っています。
そこで今日の本題の農水省ですけれども、お手元に資料を配っておりますが、それを見ていただければ一目瞭然なんですが、農水省は予算もこの間ずっと目減り、それからそれに比例する形で農地面積もどんどん下がっていると、まあ、こういう状態になっているわけですが、農水省、なんでこんなことになっているんですか。杉中大臣官房総括審議官。お答えいたします。まず農林水産関係予算でございますけれども、昭和57年度の3兆7110億円をピークに増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しておりましたけれども、平成13年度から平成24年度までの間、主に公共事業費の抑制などにより減少傾向で推移し、平成24年度には最も低い2兆1727億円となりました。一方、平成25年度から現在までは2兆2000億円台から2兆3000億円台までの間、ほぼ横ばいで推移しておりまして、担い手への農地集積や輸出促進など、その時々の農林水産行政の課題に重点的に対応する予算を確保してきたと考えております。一方、農地面積につきましては、昭和36年の608万6000ヘクタールをピークに、まあ、減少を続けておりまして、令和5年度時点で429万7000ヘクタールとなり、ピーク時から約3割減少しております。その主な原因といたしましては、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、また高齢化や労働力不足などによる荒廃農地の発生によるものと考えております。大高誠二君。農水省の予算もどんどん減っている、それに合わせてということかどうかは、まあ、必ずしも因果関係は十分ではないかもしれませんけれども、農地面積も減っていると、農水省の予算が減っている主な理由、公共事業、農業基盤整備などの予算が減っているからだという説明でありますけれども、農業基盤整備の予算が減っている分、今度は別のところへやっぱり振り向けるということがですね、必要だったのではないかと、そのことが何にも行われていないというのはですね、私は少し異常な姿だなというふうに思っています。そこで次、農水省の職員の推移はどのようになっているでしょうか。杉中大臣官房総括審議官。お答えいたします。事前に委員のご指摘のあった2014年度と2024年度の比較をさせていただきますけれども、2014年度末の定員数は22,379人、2024年度末の定員数は19,583人となっておりまして、2024年度末定員数は2014年度と比べて2796人減少しているところでございます。大高誠二君。引き続いて農水省にお伺いしますけれども、こんなに予算減っている、予算じゃない、人員が減っている理由、農水省、これ、人数が少なくて大丈夫だということで考えているんでしょうか、それとも何か他に理由があってですね、この人員が減っているのか、この点いかがですか。杉中統括審議官。お答えいたします。まあ、定員数が減った理由でございますけれども、農林水産省における職員定員数につきましては、2015年度以降、5年ごとに策定された定員合理化計画において示された数の定員削減を実施しつつ、農林水産行政をめぐる新たな課題に対応するため、毎年度定員要求において、政府全体のルールの下で新規増員を図ってきたところでございます。まあ、この結果としまして、毎年度、新規増員数が削減数を下回る状況が続いてきたため、定員数の減少を続いております。また、今後のことでございますけれども、現在、食料農業農村法の改正案というのを国会でご議論いただいておりますけれども、その定率を見れば、政府としてですね、新しい食料農業農村基本計画を策定して、まあ、施策の具体化を進めると。ね、こういった施策を実施するためには、施策の推進力の原因となる定員をしっかり確保することが必要だというふうに考えております。大高誠二君。農水省に引き続きちょっとお伺いするんですが、定員合理化計画の目標数に沿って減員をしてきたと、増員要求をしたと、でも増員要求したけれども、結果としてマイナスになっていると、これはですね、増員要求した分が認められていないという、そういう意味合いなんでしょうか。杉中総括審議官。お答えいたします。増員要求につきましても、新しい政策課題、例えば農林水産物の輸出拡大であるとか、環境と調和とした緑の食料戦略の推進
また水産関係のですね、漁業の資源管理といった分野については要求させていただいておりまして、その分野についてはですね、お認めいただいて増員も認められているというところで、農水省としては必要な増員要求は行っているというふうに考えています。大阪誠二君。ちょっと語尾がはっきりしなくてよくわからなかったんですけれども、それじゃあ今度内閣人事局にお伺いします。農水省の人員をこんなに減らしている理由って何なんですか。他省庁に比べても突出してるんですよね。で、これほど一次産業が危機的な状況にあって力を入れなきゃいけないっていう分野だと思うんですよ。なんで農水省だけこんなに突出して減ってるんですか。坂本人事定宅統括官。お答え申し上げます。なかなかその農水省、あるいはその省全体の定員の増減というものは、あくまで個別の業務、あるいは各部局に措置されました定員の積み上げの結果でございますので、例えば省全体として純増となっていても、部局単位で見ると純減となっている、そういった場合もございますので、なかなか一概に説明は難しいのですが、少なくとも農林水産省におきましても、近年では本省、林野庁、水産庁の内部部局、あるいは植物貿易所、動物検疫所、漁業調整事務所などの部局は順増としてきております。まさに先ほどもご説明ありましたが、食料安全保障の強化、あるいは水際検疫、国内貿易の強化、漁業取締りなど、農林水産行政が直面する課題への対応に必要な体制は増員措置を行ってきているところでございまして、今後ともこういった個別の業務、あるいは各部局における行政需要の動向などを踏まえながら、主要の措置をしてまいりたいと考えております。大阪誠二君。農水省に改めてお伺いします。結果として農水省の人員というのはずっと減ってるわけですよ。こんな状況の中でですね、本当にこの一次産業を守れるのか、新しいの食料農業農村基本計画、これもできるわけですけれども、人員、これで本当に大丈夫か、ちゃんと守れるのか、その点いかがですか。杉中統括審議官。お答えいたします。先ほどもご答弁させていただきましたけれども、新しい基本法に基づく基本計画、それの具体化をするための施策を推進するためにはですね、推進の原動力となる定員をしっかりと確保することが重要だというふうに考えております。農水省としてはですね、これは新しい政策課題にかかる行政事業を内閣人事局に対してしっかりと説明して、将来の業務運営に必要な定員の確保に努めてまいりたいと考えております。大阪誠二君。内閣人事局に対してしっかり必要な人員をお願いするということでありますけれども、内閣人事局にですね、ちょっとお願いしたいんですけれども、2025年からまた新しい定員合理化計画、これを策定するというふうに承知をしておりますけれども、定員合理化計画の方はこれ、減員一方、マイナス計画ですね、でも各省からの増員計画、増員要求が出るわけですね、農水省の今置かれている状況を見るとですね、私は、これ以上減らしてしまうとですね、モチベーションは下がるし、実際に取り組む仕事もうまくいかないし、ますますこれ、食料自給率の確保、食料の確保にマイナスになると思うんですよ。だから原因一方、原因だけっていうのはもう、内閣人事局やめるべきなんじゃないですか、いかがですか。坂本政策統括官。お答え申し上げます。内閣人事局におきましては、委員ご指摘のとおり、現在、各府省における業務の見直し、あるいはデジタル技術の活用などの状況を踏まえながら、2025年からの5年間の定員合理化計画のあり方につきまして、検討を行っております。そして、まさにこういったその合理化の計画的な推進のほか、政府の定員管理におきましては、まさに時々の行政需要を踏まえた毎年度の増員措置というものも行ってきておりまして、農林水産省につきましても、業務別に見ますと、この2年間だけで、食料安全保障の強化のために100人以上、その他緑の食料システムの、食料システム戦略の推進、農林水産物等の輸出促進などの課題にも、これらも合わせますと、200人以上の増員を
しかもこれは本省のみならず、出先機関も含めまして措置をしてきております。そういった増員措置につきましても、引き続きしっかりやっていきたいと思っておりますし、さらに近年では、例えば育児、介護などの事情のある職員が休んじて休暇を取ることができるようにする、あるいは国家公務員の超過勤務の縮減のための定員、そういったための定員につきましても、措置をするということをやってきております。今後とも各府省の現場の実情、あるいは政策課題をですね、丁寧に伺いながら、そしてまたご要求を踏まえながらですね、こうした取り組みを進めてまいりたいと思っております。大阪誠二君。私は田舎の生まれ育ちです。で、私のガキの頃はですね、私の周囲にも国の職員がたくさんいました。そして常に農地を回り、水田を回り、農家の皆さんとコミュニケーションを取って地域の実情をきちっと把握していたというふうに思います。残念ながら私が出身している町には今、国の農水の職員は誰もおりません。全く農家の方とも接点がないというのは今の実態だというふうに思うんですね。日本の人口減少、昨年の1月4日に岸田総理が異次元の人口減少対策ということを言ってですね、少子化対策ということを言って、人口減少になんとかという、やっと腰が動き始めたわけですけれども、日本の人口減少、しばらくはもう止まりません。なぜか、出産適齢年齢の女性の数が少ないから、どんなに合計特殊出生率を上げても、これは人口増えないわけです。だから農水省もですね、そういう悪循環に陥ってはまずいって私は思うんですね。で、それを支えるのはやっぱり人だと思うんですよ。やはりもうとにかく減らす一方だ、合理化一方だっていうことでは、これ、食料の確保できない。だからしたがって、農水省の職員をもうこれ以上減らすべきではないって、改めて思うんですけど、農水省、まずいかがですか。杉中総括審議官。お答えいたします。議員おっしゃるようにですね、世界の食料需給をめぐる情勢と大きく変わっておりまして、また農村部ではですね、特に高齢化が進んでおりますので、今後著しい人口減少、これは農村だけで農業従事者も急速に減っていくという中で、その食料の安定供給を図っていくと、そういうためにはですね、ご指摘のような現場と密接に関係をですね、強い関係を構築できる職員というのをしっかり配置して確保していくというのは重要だと我々も考えておりますので、繰り返しになりますけれども、こういったですね、食料をめくる情勢が大きく変わっている中で必要な施策を行っていくと、そのための定員をですね、しっかりと要求をして、内閣人事局に対してもこういった行政事情をしっかりと説明をして定員の確保に努めてまいりたいと考えています。小高誠二君。内閣人事局の皆さん、今食料確保するっていうのは国内だけ見ていればいいということではないことは十分お分かりだと思います。日本はトウモロコシや大豆もたくさん輸入しております。こういう輸入に配慮するっていう人材も必要です。それから先ほど私冒頭に言った通り、肥料の原料、これの輸入も、国際情勢が変わってもう大変な状況になっています。以前は日本は、カリだったと思いますけれども、ロシア、ベラルーシからも輸入してるんですね。さすがに今ロシア、ベラルーシから輸入できない。それから中国の肥料の輸出はこれ出荷調整という、検査を強化するということでですね、日本に対する輸出のスピードがちょっと落ちてきています。だから今度は輸入先を多角化するということで、海外にも職員出ていかなきゃいけないんですよ。そういうことを考えると、これ以上農水省の職員を減らすべきではない、そう思うんですけれども、内閣人事局、いかがですか。坂本政策統括官。お答え申し上げます。まさにご指摘いただきましたような課題、直面していることは承知しております。さらには現在進められております食料農業農村基本法の見直し、そういったものも踏まえまして、農林水産省におきます新たな行政ニーズ、あるいは各種の課題などに的確に対応していくことができるますよう、農林水産省さんからの要求も踏まえながら適切に対応してまいりたいと考えております。大阪誠二君。日本の食料を守るためにですね、これ以上農水省の職員を減らすべきではないって、そのことを申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございます。